それでは最後の曲に行く前に皆さんにこの和楽器隊の紹介を少ししたいと思います。まずはじめには、尺八、何か豆知識ありますか？そうです、尺八見たことない方が多いと思うんですけど、まあ、筒です。で、穴が 1,2,3,4,5 個開いてます。この5個の穴しか開いてないのに、ドレミファソラシドとその半音3オクターブぐらい出ます。ちょっと聞かせてみてください。そうですね、音出すポイントって2個あって、1個はこの穴の塞ぎ具合、もう1個が息の速さと、速さと角度になってます。こんな感じです。はい、ありがとうございます。5つの穴を塞ぎ方や角度を変えながら音を変えるのが尺八だそうです。ぜひあのひなの角度にもちょっと見てみてください。はい、それでは次はおこと、何か豆知識ありますか？おことはですね、とある架空の動物をモチーフにして作られているんですけれども、何の動物か分かる方いらっしゃいますか？実は竜をモチーフにしてまして、こっちが頭であっちが尻尾になってます。なのでここを竜の頭と書いて竜頭で、ここは竜の角と書いて竜角で、ここは竜の尻尾と書いて竜尾というふうに呼びます。竜から来てるんだそうです。ぜひあの竜使いのサワディもよろしくお願いします。それでは次の曲で最後の曲になります。なでしこ桜。Oh,
がとうございました。セーラーの空でした。